かばやますけおかばやますけお、なおこふさいの墓。東京都港区南青山かばやますけおから1899年11月16日は、幕末の薩摩藩士、明治期の官僚、幹線県知事、旧姓、春山。薩摩藩士、春山旧兵衛の4、男として、鹿児島城下で生まれる。幼名は八十字。嘉永三年元服し春山直りと名乗る。 文久2年、川山矢左衛門助春の娘、直子と結婚して、直子の祖父、川山重郎太子姿の養子となり、川山平左衛門死友と改名した。ちなみに、妻、直子の母である、愛久は、大久保利道の母、福の実祭。明治5年1月15日、新政府に出資し、都の条件大族に就任。同年8月27日、 陸軍省に展示10出資となり、さらに陸軍会計軍理補に就任。1876年1月、地祖改正事務局9等出資となる。1878年7月、茨城県一等族に任じられ、租税課長兼土木課長を務めた。1881年5月、内務一等族となり、以後、内務省御用係、秋田県少書機関。 栃木県少書機関、同県大書機関などを歴任。1885年1月、栃木県令に就任。以後、栃木県知事、佐賀県知事を歴任。1892年2月の第2回衆議院議員総選挙において、選挙干渉を行い死傷者を出し、同年8月に被職となる。1895年3月、岐阜県知事として復帰し、さらに、 宮城県知事を務める。1898年6月、宮崎県知事に任じられたが、1899年8月、病のため休職。栃木県上津賀郡鶴田の別荘で療養したが、同年11月16日に死去した。ありがとうございます。